皆さんこんにちは。統合医療ヨガの美和です。今日は全身をリリースしていくヨガを紹介していきます。ゆったりとした呼吸とともに行ってください。それでは始めていきましょう。まず今日の体調を見てみたいと思います。肩の調子いかがでしょうか。あと座った時の骨盤の位置、背中の感じ、今日の体調に合わせていきますので、決して無理はしないでください。ご自身の今日の心と体、その声を聞きながら行っていきましょう。さあ、それではお膝をですね、右の膝を三角にします。左の手は斜め後ろです。右の手で右の膝へ、少し骨盤を浮かせたら、ゆっくり小さな円を描いていきます。この付け根からです。手の位置で調節ができますので、ご自身の股関節、動かしやすいところへと手の位置を変えて、いいところを見つけていきます。足の付け根、お膝、そして足首、少しずつ、動き大きくしていきます。ご自身の持っている可動域の中で気持ちがいいところを探しながら行っていきます。それでは右の足、スーッと横へと伸ばしてみましょう。膝を曲げたり伸ばしたり、大丈夫そうでしょうか。ここに手をつけていきます。息を吸うときは斜め上へ、吐くときにお膝を曲げて小さくなります。呼吸に合わせながら、お互いに伸び合いっこです。吐くときは、足を引き寄せて、まーるく。ゆっくりと伸びたり、まーるくなって小さくなったり。気持ちがいいところがあれば、そこで呼吸を何呼吸か行います。少し今日体調いいなっていう方は、骨盤を持ち上げて、背中が柔らかくしなるところへ、吐くときにお尻を下ろして、背中をまーるく。あと一呼吸いきます。ご自身の中で骨盤の位置、足の付け根から大きな広がり、気持ちいいところを探して、さあ、それでは今度は反対も行っていきます。今度は反対の左の膝を三角にします。右の手はサポートです。左の手はお膝です。左の骨盤を少し浮かせて、足の付け根から動かしていきます。この位置でも調節ができますので、股関節が動きやすいように、足の位置、手の位置、ここで微調整をしていきましょう。足の付け根は音が鳴ったりしてないでしょうか。たまにコキンコキンと音が鳴る時もあります。そんな時はですね、かばいながら行きますので、音が鳴らないように動きを小さくして行ってください。足の付け根、そして膝、足首、
かがでしょうか。さあ、それでは動きを止めたら、この足が横へと伸びていきます。膝を曲げて合わせる。ここもたくさん引き寄せてくるときつくなります。ご自身の中で付け根から広がる様子、そしてどのあたりまでだったら足戻してもいいのか、息を吸うときに手と足が伸び合いっこです。吐くときは右の手が離れて小さく丸くです。ご自身の呼吸に合わせながら、気持ちがいいところが見つかったらそこでキープしてください。吐くときに右の腰、背中、肩甲骨のあたり、ここに気持ちいい広がりを感じてもらえたら、しっかりと動けています。呼吸に合わせながら、息を吸って吐いてを繰り返し、ご自身の体が動きやすいように、心地がいいように。今日体調がいい方は骨盤も一緒に動かしていきます。高く上げようと思わなくても大丈夫です。慣れていらっしゃる方は少し付け根から前に押し出すような感じです。無理はしないで、優しい気持ちの中で行っていきます。さあ、それでは膝を三角にしてから楽な姿勢に戻ります。いかがでしょうか。体、最初と比べてみましょう。ヨガをする前とこの動いた後と違いはありましたでしょうか。気持ちよくリリースできましたでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。